ハインツツェマネクは、オーストリアの計算機科学者。1920年にウィーンで生まれ、ウィーン大学で学び、1951年に博士号を取得した。ウィーン工科大学に在籍していた1954年に、オランダに旅行して、フィリップス社にトランジスタの寄付を請求して、これを使って1956年5月から1958年5月にかけて、 メイラフタールという独自のトランジスタ式コンピュータを組み立てた。これはトランジスタ式のコンピュータとしては最初期のものだった。この計画は正式に学校に承認されたものではなく、資金援助や人的な支援も皆無でフィリップス社も、心よく部品を提供したのではなく、最初は1000個だけだったが徐々に増えて、最終的には3000個のトランジスタ、5000個の ダイオードと同じ数のコンデンサ15000個の抵抗器の寄贈を受けて完成させた。セマネクは BVR という正式な名前のこのマシンにメイラフタールイコール5月のソよ風というニックネームを付けたが、それはアメリカのマサチューセッツ工科大学で開発されたワールウィンドや1951年に RCA で開発された台風フという大げさな名称のマシンに対する アンチテーゼだったとされる。1972年、ビルヘルム・エクスナーメダル受賞。プログラミング言語である PLI の細部の使用を策定した。1971年から1974年にかけて情報処理国際連合の会長を務めた。ありがとうございます。